えー、結構映画とかドラマを見たりするのは好きなんですけれども、えー、改めてもう一回いろいろ見直してですね、えー、面白い撮り方をしているなとかっていうのを、えー、自分なりにまとめたものっていうのを、えー、紹介していけたらなと思っています、えーまあ。今回ちょっと紹介するのはモザイクジャパンっていう、えー、ドラマなんですけれども、まあ、そこで一、えー、人の男性が面接をしているシーンなんですね。で、まあ、食堂で えー、対面越しに面接をしてるっていうところなんですけれども、いざ一人、えー、男の人の顔抜きがあったら、次にカメラが振って、女の人の面接している。で、もう一度、男の人が喋って、えー、面接をしてると思って、もう一回カメラをパンしたら違う人になっている。まあ、なんか時間経過で二人、えー、面接してるっていうようなシーンなんですね。まあ、非常にちょっと言葉では分かりづらいんですけれども、ちょっと見てみると、 ま、一人こうやって女の人が喋ってるとします。えー、私はこういう死亡動機。で、男の人が、えー、例えばそれはどうなるかっていう聞いて、えー、その返答ですね。それを女の人がします。まあ、カメラがパンするんですね。ちょっとまだしてないですけども、すると、全然違う人になっていて喋っている。で、また、この人も死亡、えー、動機で話す。で、男の人はまあ一緒ですね。 死望動機であったりとか、趣味であったりとか、そういうとを聞いています。で、また、えー、違う、えー、女の人にパンをすると、人が変わっている。まあ、こういうような、えー、くくりですね。まあ、ちょっとイメージとして、時間系列を、えー、ぶっ飛ばしながら面接官面接を二人しているというようなシーンを、まあ、描いているんですね。で、当然、そこ食堂なので、背景は全然変わらないんですけれども、まあ、ただこのカメラのパンを、えー、 してているる間に人が変わっているだけなんで実は、ねまあ、こういう対面形式の、えー、カットを撮ろうとする時、まあ、切り返しで撮ろうとすることが多いと思うんですね。でそれをまあカメラフレームだけではなくて、まあ、人物を動かすってことですねこ人物を動かすっていうことをなかなか、えー、撮っていると忘れてしまう、えー、ことが多いんですね。えー なかこういうドラマであったりとかそういったものに関してはいかに演者さんを動かせるかというところが結構面白いカットを取れるあ取るポイントになるかなと思いますえ実際え自分もいろいろとやってはやろうとするんですけれども、えー、やっぱり一人ずつ取ってしまう癖もあってですね、えー、演者さんをなかなか動かしきれてないところもあったりします、まあ、結構本当こういうちょっとしたことで えーまあ、そういうまあ意味合いもですね物語の意味合いっていうのも出てきますしまあ、しかもこの左の女性っていうのが、えーまあ、同じ志望動機で方向性は一緒なんですけれども、まあ、性格が真逆なんですね性格が真逆な人の、えー、対対対になっているといいますかなので対比もしてるんですねこの男の面接官が言ったことに対してこの人と この人は全く違うこととを言っているっているううような話の流れになります。えー、このようにですね、えー、また面白かった撮り方であったりとか内容であったりとかそういったアイディア一つで、えー、やれるような方法があったら紹介していきたいと思いますし、えー、またコメントの方に、えー「これはすごく面白かったよ」とか「この撮り方が良かったこの映画は単純に面白い」とかあったら是非コメントいただけたら僕もそれを見て勉強していきたいと思います。 今回は以上です。ありがとうございました。